はいどうも、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、そしてお久しぶりです。今回はドラゴンクエスト 11S 過ぎ去りし時を求めて第54回目をプレイしていきたいと思います。早速始めて大変申し訳ないことをしてしまいました。実はですね、6軍をキラーゴールドという敵キャラをですね倒してしまいました。黄金城というダンジョンに入って倒すボスなんですけども、まあ、つまり黄金城とキラゴルド、そしてカミューが記憶を取り戻し妹のマヤとの確執を取り払うという非常に大事な場面をですね撮影したんですけど、間違えて消してしまいまして、今もう倒した後の状態からスタートということになっております。本当に申し訳ございません。キラゴルド自体は楽勝でした。ゴールドアストロンでおおすごいな、びっくりしたなぐらいで、あとはもういつも通りあっさり倒しました。聖地ラムダへ向かいっていう話なんだけども、これどうすりゃいいのかな。こっからなんとなく思うところがあるんで、そこまで行ってみたいと思います。はいはい。でこっからどっちに行けばいいんだ。これはこいつどうだ。よっ、こんなものかしら。どうしましょうか。切り刻め。どうしましょうか。ダイン。コール。やっ。行け、カビちゃん。グリズリーだ。結構熱いね。ドラゴンクエストモンスターズではお世話になったよ。おお、こいつら見たことないな。ホワイトパンサー。はいはいはい。ではね、ゼーランダさんの方まで来ましたけども、ん、あれ、ここなんか巨大なドラゴンボールのシェンロンみたいなのがいた気がするんだけど、気のせい。何やらまがまがしい気配がする。周囲に注意しろ。下がれ。で、あ、やっぱこれ凍ってた竜でしょ。かっこいい。氷国の湖の氷が砕かれ、我は長き封印から解き放たれた。あ、喋れるの君。しかもなんかちょっとこう自撮りするときのよく見える顔の向き分かってますみたいな、そんなこうちょっと角度つけてますよね。だが長い間封印されたせいで思うように力が出ぬ。何、愚痴か。愚痴なら俺の方が話したいぐらいだよ。我が名はネドラ。貴様らの命を我が糧としてやろう。唐突だな。そんな八つ先にしてくれるわ。そんな八つ当たりある。まあいいや、わかった。後悔するなよ。レベル60超えてますからね、僕ら。で、黄金鏡でね、ちょっとだけレベル上がってるんで、一部のメンバーが。おたけび。
こいつだ。お、結構強い。こいつだ。どうだ。ありがとう。バイキルト。こんな八つ当たりでここまでボコられることある？やべえんじゃねえ。え、くっそじゃんこいつ。あ、倒した。え、めっちゃ強かったこいつ。やばくね？この強さ、はるか昔に相まみえた勇者老師を思い出すわ。だが、所詮は人間。何これ。くそ、なんだ、体が動かねえ。おのれの無力さをあの世で悔やむがよい。貴様らの命食らい尽くしてくれよ。いや、こいつめちゃくちゃ強かったわ。まあ、ちゃんとね、レベル、いや、レベル上げしてるよ俺。体中から力が抜けていく。なんだこの耳障りな音は。いや、こいつの声の方が全然耳障りだけど。え、誰そのハープは。今は好き魔物よ、風の裁きを受けなさい。いや、ちょっと待てよ、お前一人で倒せるぐらいの実力なのこの竜は。これバギマぐらいでしょこれ。ちょっとこれからもう力押しとかじゃなくて作戦で命令させろで。今お助けいたします。行こうかな。あ、はい。めちゃくちゃ強かった。お前もしかしてキラゴールドの後のボスとは思えないぐらい強いんだけど、レベル20ぐらい変わった推奨レベル。私は勇者を守る宿命を追って生まれた聖地ラムダの一族。世界が滅びようとも命に変えてあなたをお守りいたします。出てくんの遅えよ。よくぞご無事でいてくださいました。お前いろいろあったんだあれから。もうさ、死んだかと思ったよ君たち。セーニャ、あなたが助けてくれたのね。ありがとう。今までどこでどうしていたの？私、あれからずっと一人で魔王による災いで苦しむ人々を助けながら聖地ラムダを目指していたんです。黄金の氷山が溶けたと聞いてやってきたら、まさかこんなところでお会いできるなんて。聖地ラムダ、そこに行けば魔王を倒す手がかり、神の乗り物について何かわかるに違いない。神の乗り物、そんなものが。そういうことでしたら聖地ラムダの長老様がご存知かもしれませんわ。皆様、改めてよろしくお願いいたします。俺は、姉貴は死んじゃったの。やっぱ姉貴は。え、でも俺あのベロニカちゃんよりセーニャ派なので、まあ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 、ベロニカ一人いなくてもね。腰振り騎士の名前忘れたけど、
なんだっけ、あいつはいるから。聖地ラムダはこの参道の先ですわ。さあ行きましょう。セイニャ可愛い。いや恐ろしく強かったな。え、これなんか、しかもなんかみんな生き返ってんだけど、ここでさめちゃくちゃレベル上げしてたんですよね。大魔神佐々木だ。大魔神佐々木覇王山。なんかあったな。なんてひどい。あんなに美しい場所だったのに。ベロニカ、セイヤ、私の天使たちよ。今頃一体どこに。お二人とも気を落とさんでくだされ。ベロニカとセーニャは双剣の姉妹、二人が一緒ならきっと大丈夫。セーニャ、もしかしてセーニャなの。この二人誰。お父様、あお母様、拳だったんですね。お父さんとお母さんだったのは。セーニャ、おお、私の天使よ、よく顔を見せておくれ。セーニャ、ベロニカは、ベロニカはどうした。一緒ではなかったのか。そんな、てっきりお姉様は先にこちらに戻っているのだとばかり。いえ、やはりお姉様はこの近くにいるはずですわ。北の方から懐かしい気配を感じます。そんな能力あんの。双子の勘ってやつか。あ、そういう感じ。この感じ、お姉様のものです。行ってみましょう。前にいた神父は亡くなってしまったんだ。マジか。なんかそれ亡くなるとかやっぱあるんだね。お、いいね、イベントだ。なあ、ここにベロニカがいるのか。どこにも見当たらないぜ。ここは子供の時から私とお姉様がよく一緒に遊んでいた場所なんです。ここにいると思ったのですが。お姉様、お姉様、どこにいるのですか。あら、お姉様、こんなところにいらしたのですね。よかった、死んでなかったか。起きてください、お姉様、風邪をひいてしまいますわ。お姉様、どうしてしまったの。え、死んじゃった、やっぱり。いや俺ずっと引っかかってるから、この二人、あのウルノーが出てくる前に死亡フラグ立ってる気がしたんですよね。お姉様の杖が光っている。それから勇者の紋章も。お願いです、こちらの杖に触れてみてください。もしかしたら。あの時の情景が蘇る。
いやトラウマですよこれ。そんな命の大事がこのままでと世界が。はいはいはい、なんかこんな感じのあったのかな。早くなんとかしないと、みんなやられてしまうわ。いやこれ確実に。どうなってもいい。みんな絶対に生き延びて、あいつから世界を救ってちょうだい。確実にあれでしょう、命からがらベロニカがみんなを助けてくれたみたいな。お姉様、私たちを助けるために。嘘じゃん、本当に死んじゃったの？ドラクエのパーティーなのに。ザオリク使え、ザオリクを。うわ青。いや今俺カミューと全く同じ反応だったわ。うっそー。ベロニカちゃん、あなた最後の力を振り絞って私たちのこと。なんかマジで嫌な意味で予感的中したわ。死んじゃったじゃんベロニカちゃん。セーニャは生きてたんだ。ベロニカ、グレイグ、グレイグお前そんな関係ねえだろ。若い者ばかり死に急ぎよって。じいちゃん、お姉様はもういない、どこにもいないのですね。いやひどいよ。これがお姉様の選んだことなら、私は全てを受け止めます。お父様とお母様と里の皆様にもきちんとお伝えしなければ。つらっ。世界中の命の象徴たる命の大樹よ、このラムダの地で生まれた若き命がまた一つ散ってゆきました。
願わくば双剣の姉妹の片ベロニカの魂が帰るべき場所、命の大樹のもとへ召され、新たな葉として芽吹かぬことを。皆様、本日は私の姉ベロニカのためにお集まりくださり本当にありがとうございます。姉は世界中の命を救うために己の身を顧みず最後まで勇者様を守り抜きました。皆様、命の大樹のところへ召される魂のため、どうか髪を一房聖なる日に手向けてくださいませ。ベロニカ、私の天使よ、私を置いて行ってしまうなんて。ベロニカとこんな別れあんまりよ、あんまりだわ。セーニャはしっかりしたもんだけど、ご両親のあの悲しみをときたらかわいそうで見てられないよ。皆様にお話があります。どうぞ大聖堂の方へお越しください。お呼び立てしてすみませんでした。実はどうしても皆様にお伝えしたい話があったのです。皆様はもしかすると古の伝承の存在、神の乗り物を求めてこの地へいらしたのではないですか？なぜそのことを？先日私は大樹の神託と思われるある夢を見たのです。その夢の中で勇者様とセーニャは何やら白く大きなものに乗って空に浮かぶ不思議な島に降り立っていました。空に浮かぶ島だって。しかしベロニカの姿だけ見えなかったので、ベロニカの身に何かあったのではとずっと心配していたのです。嫌な予感はしていましたが、まさかこんな時にまで夢が現実になってしまうとは。ですが、夢の世界で見たその光景は私にある神話の一節を思い出させました。ケトス、天高く空を駆け巡る神の使い、聖なる調べに導かれ勇者のもとに降臨する。夢に出てきたあの天の島こそ勇者様が目指すべき地なのでしょう。そしてそこに導くは神の使いケトス。私は今里中の古文書をひっくり返し、このケトスについて調べております。何か分かったらご報告いたしましょう。さあ今日はもうお疲れでしょう。皆様のために宿を用意しておりますので、ひとまず宿屋でお休みくださいませ。これは辛い夜になりそうだね。盾琴の音色が聞こえてくる。
ょっと魔法の聖水見て下ネタでも言おうかと思ったけど、この曲を聴いてると切なくなってくるわ。外かな？みんなこんな雨の中何してんの？後の世も一つの葉に生まれよとちぎりし、愛おしき片刃の君よ、涙の玉とともに命を散らさん。移ろう時に迷い、追えぬ時に苦しみ、もがく手がいかに小さくとも、この願い一つが私のすべて。この歌は古の時代から聖地ラムダに伝わる悲しき恋の歌。死に別れた恋人を愛おしむ者。神語りの里に一体誰がこのような歌を残したのか分かりませんが、私は幼い頃からこの歌が好きでした。大樹が落ちたあの日からずっと私には心残りに思っていたことがあるのです。ねえお姉さま、私とお姉さまはきっと芽吹くときも散るときも同じですよね。そう、このシーン見て、まあ、両方死ぬかどっちか死ぬんじゃないかなみたいなのを思ってたんですよね。セーニャはいつもグズだから、どうかしら。でも、そうだといいわね。セーニャ、約束して。この先、私の身に何かあっても、一人で生きていけるって。そんな約束できません。お姉様がいなくなってしまうなんて、私、考えられませんわ。私はずっと後悔していました。あの時約束していれば、お姉さまも安心して天に召されたのではないかと。お姉さまの言う通り、私はグズだったんです。言葉や呪文を覚えるのも、道を歩くのも、何もかもお姉さまより遅れていた。ですが、まさかこんな時にまで先に行かれてしまうなんて。抱きしめろ。もう抱きしめるしかねえよ、男なら。ごめんなさい。少しだけ、ほんの少しだけ、あなたの隣で泣かせてください。いいよ、泣け泣け。やっと心の迷いが晴れました。これ何、抱きしめてそれだけ。お姉様が助けてくれたこの命、精一杯未来へつないでみせます。いや、なんか下ネタ勇気にもならんわ。残酷だね。そして立派だね。なんだ？え？え？もう涙は見せません。いや、なんか似たようなシーン、ナルトで昔見たな。さくらが髪の毛自分で切るシーンみたいな。さようなら。
髪の毛切っちゃったんだ。ロングの方がタイプだけど、ショートも似合ってるよ。ベロニカの力を受け継いだってことかな。ベロニカの呪文とスキルがセイナに継承ってなんだ、継承された。よかったね。よし。あ、でもセイニャ本人がね、もうやる気を起こしてるんで、俺はただそれをサポートするだけだよ。おはようございます。もう日が昇っておりますわ。今朝長老様が宿屋にいらして、皆様をゼーランド山の山頂までご案内するようにと言い出て行かれたのです。先に起きていた他の皆様はすでに山頂の方へ向かわれました。さあ私たちも参りましょう。大聖堂近くの参道を抜ければ長老様の待つゼーランド山の山頂へ行けますわ。さあここかな。ここなんか散々通らせてもらえなかった場所だよね。おお、よくぞいらしてくれました。実は昨夜また夢を見ましてな、ベロニカがここにいる姿が見えたのです。この場所は勇者の峰、かつて勇者様が邪悪の神と戦った後に空から舞い降りてきた地だと言われています。こっち夢ばっか見てるけど、いつもノンレム睡眠なのかな。ベロニカは夢の中でこの地に立ってこの笛を吹いておりました。これは賢者セニカ様が邪神を打った後に聖地ラムダに立ち寄り置いていったという笛。お守りとしてベロニカに持たせていたのですが、今朝目を覚ましたら私の枕元に置かれていたのです。軽くホラーやん。もしかしたらこの笛が私たちに道を示してくれるかもしれん。セーニャよ、さあ吹いてみなさい。セーニャ笛も吹けんの。はい、それでは。何も起きませんわね。ですがお姉様が夢の中で吹いていたなら必ず何か意味があるはずですわ。これはあなたがお持ちください。えっ、セイニャが吹いた笛を俺に。でおお、ちょっと待って、俺のそこなし性欲がバレた。
伸びた伸びた。いや卑猥な意味じゃなくて、ん？釣り竿？笛が釣り竿になったように見える。バカな、私は夢を見ているのか。キャー、当たりが来たわよ。引いてみて。これ何？クジラ？かわいい。魚？いえ、あれはクジラ？おお、神話は本当だった。あれこそ私が夢で見たもの。神の乗り物、ケトス。今、伝説がよみがえりました。その笛を吹けば、神の使いは勇者様を大空へ誘いましょう。なんか乗れないっていうか、行けない場所みたいなのもこいつに乗って行けるよみたいな感じなのかな。天空のフルート。世界のどこかにある天空に浮かぶ島を探すのです。きっとそこに闇を打ち払う新たな力があるはず。勇者様、お願いいたします。諸悪の根源たる魔王オルノーガを打ち果たして、ベロニカの無念を晴らしてくださいませ。ウルノーガマジで許さねえ。おうおう、ちょっと、もう笛吹いちゃったよ。すげえ。どこ行くの今から。それでカーナビとかついてないのに。え、ちょっと待って待って、唐突すぎるでしょ。これなんかあるよ。なんやここ。天空に浮かぶ島、長老様の夢の通りなら、ここに闇を打ち払う力が。もっと探索させてよ、いろいろ。なんでしょう、見たところ神殿のようですが。私たちがこの地に導かれたことには何か意味があるはず。皆様、あの神殿に行ってみましょう。そしてこの BGM である。おい、何者か知らねえが出てきな。そこに隠れてるのは分かってるんだ。誰？なんだこいつ。魔人ブーみたいなやついるぞ。なるほど、兄ちゃんがそうなのか。オイラは神の民だよ。神の民？なんだそれ。またやべえやつ出てきたな。そっか、最近の地上人は知らないんだな。神の民はロトゼタシア創生の時代から世界を見守ってきた天空の住人さ。マジかよ。けどそんな大層なやつがこんなところで何してんだ。そりゃあもともと
この辺りは神の民たちが暮らす里だったからね。けど魔王軍に襲われて里のあった浮島をほとんど地上に落とされちゃってね。オイラは生き残った最後の神の民なのさ。なんだこの無敵感漂う喋り方は。そんなことがさぞおつらかったでしょうね。魔王のやつむちゃくちゃしやがれ。さっきは疑って悪かったな、あんたの気持ちも考えずに。けどよ、なんであんたは助かったんだ。見たところこの場所は無事みたいだが。この太陽の神殿の奥には世界が誕生した時から燃え続けているという聖なる種火が祀られているからね。神の民の里が襲われた時、オイラはたまたま神殿内を掃除してて、聖なる種火の加護に守られて助かったんだ。聖なる種火の加護だって、もしやそいつが。私たちは魔王の闇を打ち払う力を求め、この天空の地まで赴いたのです。もし何かご存知でしたらお教えください。魔王を倒せるほどの力か。聖なる種火は戦うための武器じゃないし、何のことだろう。教えてあげたいところだけど、オイラこう見えてまだ子供でさ、そういう話は詳しくないんだ。まあ知らないんじゃ仕方ないな。せっかくここまで来たんだ、まずはその聖なる種火ってのを調べてみるか。そうですね。ですがこのままでは。ああ、オイラのことなら気にしないで大丈夫。神の民の名は伊達じゃないよ。それに魔王が倒されて太女様が復活すれば、大いなる命の流れもよみがえる。そうすれば死んでしまった者たちもいつかまた新たな命として生まれてくる。オイラの家族や友達も救われるってもんさ。そっか。だから頼んだよ、勇者の兄ちゃん。わかったよ。あんた、こいつのこと。かわいい。いやーかわいいな。かわいいけどそろそろセーブしたい。あ、オートセーブ入ったね。じゃあ一度ここで今回はお開きにしたいと思います。いやー、まあ言いたいことは冒頭にも言ったんですけど、ちょっと大事なね、カミューとマヤの確執、そしてキラゴールド戦、全部丸々皆さんにお届けできなくて申し訳ございませんということを。そして今回ね、ベロニカがまあ予想通り亡くなってしまったということで非常にショックを受けているということ、そしてこれからどんなストーリーが待っているのか、また再びねドラゴンクエスト 11S もやっていきたいと思うんで、今後ともよろしくお願いいたします。では今回はここで、ご視聴ありがとうございました。